今2期4話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう、レッツゴー。生徒会が解散し選挙活動期間に突入した。お、生徒会という接点を失った2人は一言も会話を交わすことなく3日が経過した。やばいじゃん。その間特に何もなかった。異常だね、やばいね。3日間それな、まただよこれ、どっかで見たよ。会長は、メールも全部そうだけど、これ可愛かった、可愛かった。まるで私が会長に会えず、めっちゃ良かった。あれ良かったわ。むしろ会長の方が私に会えなくて寂しがってるからじゃないかしら。まただよ。そろそろ告白しに来る可能性だってあるわよ。はいはい、お見舞い、花火大会、誕生日、月見、はい、これだけイベントがあって進展がないって、どういうことですか。確かに。あ、もう本当にダメダメですね。どうしてここまで下手を打てるんでしょう。それな、早坂だったら会長を落とせるっていうの。まあおそらく。そうね、じゃあやってみなさいよ。私にかかればどんな男も一からって言うなら、会長も一日で落としてみなさいよ。打ちころとは言ってないです。他人事だと思って簡単に言ってくれますけどね。打ちころとは言ってないです。実際にやってみれば私の苦労もわかるってものですよ。一頃とは言ってないですよ。3度目口ではいくらでも言えますからね。体現相互もほどほどにしてほしいわ。体現なんちゃらかんちゃらかんちゃら、難しい日本語。やりますよ。あー、ついにやれるものならやってみればいいわ。いや、引け引け、引くことを知らぬかぐやなんてごったい。お預かりします。何の勉強問題、お兄さん。エロ本かな、エロ俺じゃねえんだからよ。あ、遠いくですね、これ。遠いくやろ、これ。よっぽそうだよ。遠いなの、これ。大攻略シリーズ。え、英語かなんかやろ、これ。もちろん。そうやろ。俺の場合は、これを買って、ダミーで。で、後ろに、シャーマンキングを買うっていう、愚行をするパターンです。はい、こんにちは。お預かりします。こんにちは。うん。で、誰やねん。こんにちは。あ、動いた。あ、やっぱり白金くんだ。まあ、確か、篠宮のところのメイドさんの。よくわかったな。先生、ハーサカさん。ピンポーン。ハーサカさん。よかった、覚えててくれた。早坂さんがハーサカさんにくれたわ。まあ、や前の時と雰囲気がだいぶ違うから、やば、一瞬分からなかった。今日はオフだもん。いつもあんなに肩肘張ってたら疲れちゃうよ。やばそうだよな。ギャップ、すでにギャップ、すでにギャップ。話しかけられたら逃げようがないもの。確かに早坂はテクニックがあるようです。だとしても、うん、あの会長を落とすなんて絶対にできっこない。はい、また気になっちゃうんだよこういうの。100回分のテーマ別小テストで構成。あー、はいはいはい、ここら辺はまあ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 、まあ、月島明彦、多分ここは大丈夫やろな。テクニックがあるようです。だとしても、白文社、あの会長を落とすなんて絶対にできっこない。いや、うまいぞ結構。日本語が上手くなりましたね。もう特訓したから。おお。白金くんこそ本当に勉強熱心なんだね。日本語が上手くなったなって。それに比べて私が買う分は俗っぽくて恥ずかしいな。パソコンが好きなんですか。おお。いや、ノートパソコンが欲しいんだけど、どれ買えばいいかわからなくて。イラストレーター。あ、そうだ、こういうのって男の子の方が詳しいよね。うまい、やってもらう。いや、俺も詳しくは。これでも私よりかはマシだよ。この本屋カフェテリアもあるし、ちょっと教えてよ。うまっ、うまい、うますぎる。教えて作戦。片付けをしない子供に怒るのではなく、どこに片付けるのと質問形式にすれば、子供は親に教えながら片付けをする。人間の本能的な教えたがりの心理を巧みに利用する早坂。まあ少し、ちなみに前も言いましたけど、僕は掃除を しろって言われてしなかったんですよ。お母さんが、てかお母さんが掃除をする、でそこゲームやめろって言って掃除するからっつって、で分かったっつって、でやめない、で早くしろ、分かった、早くしろ、分かったからの包丁を持ってきて、思いっきりドンキーコングをパーン言って思いっきりぶっ刺して、お母さんが早く出せっつってんだろこの野郎、シャシャシャーって言って、あのすぐに片して、そのドンキーコングは今でも持ってますけど、ちゃんと稼働します。はい、もうすごいよね。の間なら母は最強なり。会長いらんこと言うから、いらんこと言うから。その制服、うん、うちフィリス女学院高2でためだよ。篠宮さんのところには先輩の紹介でね、人手が足りないときにバイトでメイドやってるんだ。おバイトなんだあれ、うん、バイトにしたらすごいな。まあ顔色一つ変えずに大嘘連発できますね。あなた普通に周知院の生徒だし、そもそも日本生まれ日本育ちだし、小さい頃から住み込みで働いている生粋の使用人でしょ、うん、会長普通に喋れてますもんね。はい、はい、やばいな、やばいな、いろいろやばいな。今までは親のパソコン借りてたんだけど、やっとバイト代貯まったから自分のパソコン欲しくて。さすがにここまで嘘を重ねたら会長は気づくわ。すごいな、いろいろと。ちなみにこれ噛んでるのはなんで、なんでこれが嘘になるの。噛んでるのは嘘、どういうことこれ。だけどやっとバイト代貯まったから
自分のパソコン欲しくて。さすがにここまで嘘を重ねたら会長は気づくわ。気づかんやろ。妙なところで鋭いんだから。親に頼らず欲しいものはバイトで買う。偉いな。はい、ダメです。パソコンでどんなことするんだ。レポートの作成とかができればいいんだけど。あ、動画見たい、うん、動物の動画とか見ちゃうよね。あざっとい。見るな。こんなあからさまな罠にかかったりしたらダメですよ。その子が普段見てるのはいろんなものをプレス機で潰す動画とかですよ。ああ、はいはいはい、わかるよ。わかるわかるわかる。いいよな。一時期見た。はい、ダメだった。面白いよね。はい。ああ、見ますね。まあ、溢れてくるんだな。最近のパソコンなら大体動画は見れると思うぞ。ああ、それな。じゃあデザインで選んじゃおう。知ってるのよ、あなたのパソコン自作 PC だってこと。いや、ガチせえよ。何せよ、これでパソコン選びは終わり。やばいな。ゲームセットですね、うん、つまり確率。僕のパソコンはちなみに自作パソコンですけども、僕はパソコン下手くそなんで、僕の歌の先生をやってくれているナッシュ先生っていうね、素敵な先生がいるんですよ。ぜひともツイッターでナッシュって英語でね、検索をしてもらいまして、 NASH かな、ナッシュで検索していただいて、ジョニキから飛んできました、こんにちはって言って、ちょっと皆さん、クソリポ送ってください。はい、これも恒例なんですけどもね、本当にね、ナッシュ先生はめちゃくちゃいい人でね、もう本当にもうめちゃくちゃお世話になってる大先生でございます。ゲームセット、クソリポ送ってください。つまり確率前科式は場合分けを導き出して丁寧に解いていく方が結局効率的なんだよ。いつの間にか勉強教えてもらってる。私だけそれしてもらったことないのに。展開が早い。ほとんど教えることなんてないだろこれ。フィリスでもトップなんじゃないの。でもテストでは点数出せないんだ。おお、毎日10時間くらい頑張ってるんだけど。10時間10時間お前も茨の道を歩んでるのか。なんで全部信じちゃうの。でも睡眠不足は健康に。自分だな。おお、あー、はい、そういうことね。はいはいはい。あのスピー、スピー参ったな。おお、はい、いろんなアプローチをしとるな。だいぶがっつり寝た。私寝ちゃってた。嘘、3時間も経ってんじゃん。何度か起こしてみたんだが。もうやだ、恥ずかしい。私は見てましたよ、この3時間。薄めでチラチラと会長の顔を伺っているあなたの姿。やべえな。私なんか放って帰ってもよかったのに。2人ともやべえな、3時間ここで待つのも。放って帰るわけにはいかんだろう。優しい、やさお。勉強疲れは努力の証だ。おお。白金くん。恋に落ちた瞬間。ぽい顔ぽい今まで出会ったどの男とも違う的ないかにも純愛っぽい表情を早坂は自ら作り出すことが可能。悪いな。ねえ白金くん、試しに私と付き合ってみない。ほほ、目が怖い。告白が完成する。目が怖い。もちろん私たち出会って間もないし、友達9割彼女1割ってライトな感じでさ。白金くんに、え、な何割っつった。今、え、もちろん私たち出会って間もないし、うん、友達9割彼女1割ってライトな感じでさ。うまいね。好きな子ができたらその時はそっちに行って大丈夫なの。うまっ、うま、気軽に。曖昧か、恋人ってなんだっけと思わせるほどの都合のいい女っぷりに白金の判断基準が来る。うまい。お願い、早坂、私が悪かったからもうやめ。ごめん、俺好きな人がいるから。おお、そうですか。秒。その恋が実ることを私は陰ながら祈ってますよ。早い、去るのも早い。すごいな。あ、戻った。見たことですか。やっぱり会長は手強いでしょ。早坂に落とすなんて言ってないし。私最初から1日で落とせるなんて言ってない。悔しい。1ヶ月あれば違ったし、すっごい恥ずかしかったし、初回やりたくなんてなかった。かわいいな。かぐや様がやれって言うからやったんだし。ごめんなさい。 C がいいよね、 C が。本日の勝敗、早坂の敗北。いや強いな、強いな。いや、それは草。まあいろいろと見るよね、寝る前は。生徒会選挙。寝る前は僕バウンティーラッシュの動画見てました。ゆうきくんは外部入学の婚姻です。ワンピースの中知院の生徒のほとんどは小等部からの順位です。告られたい。その一部は会長の再選を心よく思わないでしょう。おや、そういう層が一定数いるのは前回の選挙からの課題だ。おやおや、とやはり応援演説を誰に任せるかが大きなポイントになってきます。おお、順位の生徒を取り込めるほどの人気とカリスマ性の持ち主が婚姻を身近にいますよね。つまりこの私。やはり篠宮しかいないか。私もうみゆきくんに票入れませんから。今のマジな自己評価だったの。それは草、だいぶ草。一瞬で、一瞬で
なんか本当に藤原さんおもろいな。他のクラスってこんなに入りづらいんだ。わかる。どうしたち。会長さん、うちのクラスに何か用事？逆に君どっかで会ったことない。そりゃ同じ学校だもん。会ったことあるに決まってるじゃん。それよりすごいな。呼んでほしいんじゃないの？3つのキャラを使い分けとんだ。オッケー。これで忍びだろ本当は。へいへい。人のみんやさん、会長が大事な話があるって。会長が来るの初めてじゃない？全体攻撃。会長、大事な話って。まあそうだな。全体攻撃。俺たちのこれからについて。おーい。生徒会生徒について話がしたい。ここじゃなんだから放課後校舎裏に来てくれ。にゃん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 っていう洋楽のクラブで流れてるような曲ってあるよね。それと似てるけど、それと意識したりしてんのかな。そして俺が今言った曲を分かった人はぜひともコメ欄にあの URL を貼ってください。無償に聞きたくなった。校舎裏に来てくれ。これってそういうこと？あいつら放課後よくイチャついてるし、そういう関係なんじゃないの？イチャついてる。柏木さん、生徒会に結構顔出してるよね。出してるな。どうなの？どうなの？付き合ってないと思うよ。おお。今はまだ。大物同士の恋だな。このホットニュースは SNS、LINE、学校の裏サイトで瞬く間に拡散。やべえやん。ニュースっぽくなってたけど今の。ねえ、ミスタープレジデントホワイトゴールド様が今日の放課後ミスバイスプレジデントフォーシュライン様に校舎裏で告り決定。見逃さざるべし。なんかいろいろとぶっ飛んでんな話が。周知インラブアンバサダーじゃねえよバカ者。SNS、LINE、学校の裏サイトで瞬く間に拡散、はい、ついに現場の様子は。現場の様子じゃねえんだよな。スクールチューブもあるのね。はい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 。いかがですか？巨漢？巨勢？巨勢ありか。巨漢ってデブやな。巨漢？巨漢ではねえな。何を頑張るって言うのよ。俺の読みだといけるぜ会長。お、何のこと？まあ実際いけるな。頑張れよ白がね。何を頑張るって言うのか。結果全員が勘違いしてる。はい、全員が勘違いしてる。はい、ちょっと待て。なんかおかしい。なんだこの雰囲気は。これじゃまるで俺が今から告白でもするっていう空気じゃないか。ほら、かぐやさんに応援演説お願いするんでしょ。済ませてきてください。お前は本当に一切空気を読まないな。一人だけ合ってるんだよな、珍しく。会長、空気読まないのか読めないのかどっちなんだろうな。いや、それがだろ。熱を帯びる無数の視線。白金の男らしい告白を期待する空気が校舎裏に充満する。この空気の中、普通に応援演説なんて頼んだな。篠宮に応援演説を頼みたいのだが。これはあー、そうか。うわー、女の敵カス。どうすんのこれ。なんだかギャラリーが多いみたいだが。おお、そうみたいですね。どうすんだい。私は気にしません。気にしろよ。だからそういうのじゃなくて。もう演説頼むだけで何を恥ずかしがってるんですか。読めねえこの女。の会長、私じゃなくてかぐやさんを選んだんでしょ。ちょっとバーややこしくするな。バカだ。バンジキュースか。最悪だ。コードギアスでもこんなあったな。地獄。それに匹敵する地獄だ。しのみよ。もういいんじゃないか。しのみやかぐやに告らせたい。俺はずっとそう考えていた。これはプライドの問題だ。身分の違う篠宮と対等に付き合うには向こうから告白され求められる側になる必要があると思っていた。おお、もう言い訳ができないほどに。ほんで頑張ってな。篠宮のことが。あら、篠宮、俺はまだ石上くんがいる。お前に応援演説を頼みたいんだが。あ、いや、どこから出したその声。石上くんが救世主になると思ったら小さい声で。仕方のない。そうか、小さい声で言うことによって。いいですか会長、私は会長の願いにはちゃんとこう答えるんですから。演説のお願いだろうとなんだろうと。はい、喜んで。なんだろうと、なんだろうと。会長、騒ぎになる前に逃げましょう。本日の勝敗引き分け。演説
この曲もどっかで聞いたことあるんだな。この選挙編スタート。そして CM の後いよいよまたあの2人メガネちゃん、大体メガネちゃんは撮ると可愛いんだよ。会長ちぎりじゃないですか。はい、これはさすが。いいの、いいの、みこは正したい。そして今のランキングを見ると本郷優斗くん、あーみこ、ここにみこおるな、2番手ね。はあ、はあはあははあ、そういうことね。へーへーへー、あー会長ぶっちぎりじゃないですか。はい、安定。これは勝ったも同然ですよ。そしてみこ、前期の活動で俺たちの名前を記憶してる層が多いだけだ。うん、他の候補者の活動次第でこの数字は変動しうる。おお、油断はしない。いやもうこれ完全に変わったろ。油断してる。もう正直何もしなくたって再選確実だろ。油断してた。やれなこれ。油断してんな。はい、ダメだなこれ。受験に来てるのは1年の子なんですね。石神くん知ってる人？1年。クラスメートの名前も覚えてない僕に聞きます。いいのみこちゃんか。いいのみこだってか。すみません、この名前はさすがに知ってます。有名人なのか。まあ1年の間では成績は学年1位ですし。おお、すごいね。でもその、うん、それ以上に強烈な部分がというと、ああ6でもなさそうやな。ちょうどそこでビラ配ってるのがそうですよ。おお、ずっと一見にしかず僕が話すより直接見た方が早いと思います。うん、ぜひご覧になってください。ああ、あのメガネ猫ちゃん、ちょっといい、ちょっといい。石神、石神、なんだろう、不良に構ってる時間はないんだ。不良、不良、ちょっとツンツンしてるね。僕はただの顔つなぎ、用事があるのは、はい、君がいいの巫女か。お、はい、はい、十一院学園高等部1年 B の巫女、白金と同じく学年1位の成績を誇る才女。やるね。高等裁判所裁判官を父に持ち、自身も風紀委員に属す。やるね。各金貧困法制を地でいく優等生。お、身長は147センチ。初めましてでしょうか。はいはい、まあまあ差がありますね。前会長学年1位なんだって。本気度が伺える、はい、入学以来ずっと1位です。おお、やる。ふーん、おお、成り上がりな。でも勉強だけが全てじゃないからな、うん、バイトとか社会経験も大事なんだからな。身長して1年相手にライバル心もやってる。身長より小さくなった。そういう地道な努力も大事だ。前回長こそ何もしていないですよね。王者の余裕というものですか。私から見たらただの怠慢ですけど。そうかそうか、でも地道に結果出したな。選挙活動なんて所詮単純接触効果を期待した票集め。普段の実績があればそんなまやかしは必要ないんじゃ。いいね、なんかちょっと彼それが怠慢だというのです。いいな。生徒たちに政策を考える機会を与えてこそ健全な学園運営につながるという発想には至りませんか。図式があった。私たちはこの周知員がより健全で尊いものになるよう努力を重ねているだけです。その思いを選挙活動を通して生徒たちに伝えたい。そうか、まあまあ堅物なね。なかなか弁の立つ小娘だな。そして実力派なんだよな。小娘って小娘。どんなに立派な理想を抱いていようと所詮は理想。投票日が楽しみですね。現実の厳しさをその身で知ることになるでしょう。悪いな本当に。ダメだこの人たち、言ってることが完全に悪役。だいぶ悪い。理想なき思想に意味なんてないというのに。ほら、こっちの方が完全にいいこと言ってるもん。はい、そうですね。ね、みゆきくんだいぶイーノさんを意識しちゃってるみたいで。おお、石原先輩、ストレートに私のことも知ってくれてるんだ。もちろんです。あの態度が違う。それでよろしければなのですが、私が生徒会長になった暁には藤原先輩が副会長になっていただけませんか。大好きだね。一番驚いてる。藤原なんだ。この人知ってたら絶対出てこないセリフですから、それ。ひどい。ああ、怒るよこれ。これ怒るよ。さすがにこれはやめた方がいいんじゃないか。まったもそうな人。デポパチ。論理的に考えて藤原さんは副会長にふさわしいでしょう。おさらぎ、おさらぎ、小鉢ちゃんですね。論理的に。あなたたちこそ藤原先輩の何を知ってるんですか。おお、やっぱ思った。藤原先輩ほど立派な方がいますか。嬉しそう。藤原先輩はあのピティアピアのコンペで全国大会の金賞を取ってるんですよ。ピティアピアコンペ。悩みだけですけどね。しかも5カ国語を操るマルチリンガル。それはバケモン。それはバケモン。中チームで普通の成績を誇る秀才。あー、そこは普通か。普通か。私も小さい頃からピアノやってて、藤原先輩にずっと憧れてたんです。おー、藤原先輩は私なんか足元にも及ばない天才なんですから。いやいや、めっちゃすごいね。溶けとな。音を見て。わかりましたか。かわいい。藤原先輩はすごいんですから。超かわいい。引退して以来過去の人扱いされてたから嬉しいよ。大
確かに今は劣勢かもしれません。しかし超かわいいな。理念では絶対に引けを取りません。そして必ず理解が得られるものと確信しています。藤原先輩を引き入れるためにもこの選挙は勝たせていただきます。悪い子じゃないね。なんでナチュラルに願いってんだよ。そっちについた。はい、まあなるよね、当然ですね。いいの、ミコ。強敵。これは対策を講じる必要があるな。もう余裕はねえな。その心配はないと思いますよ。何？そのビラ、ちゃんと読んでみてください。ほう？ああ！ナチュラルにこれなんですよ。あ、ダメだ。あ、全然無理っすね。全然ダメだ。はいはい。めっちゃできる人なんだけど、まさに堅物すぎるんだよね。あー、携帯電話の持ち込み禁止。この時点でもう終わり終わり。もう坊主が髪型。いやー。いいのは融通が効かないクソ真面目というか、うん、こんなビラ配ったら逆効果って、うん、悪い PR やな。なんでわかんないですかね。なんでわかんないですかね。草白金なおも優勢。優勢だな。いい加減気づけって話ですよ。余裕で勝ったな。白金なおも優勢。うざさが服着て歩いてるようなやつ。うざさ。いい加減気づけって話ですよ。自分がどんな存在か。本日のかぐや石神くんマジいいな。みんなどこだろう。そんな感じだね最後は。うん。これはこれは最後しっかりと、うん、裏切りからの裏切り裏切りからの裏切りだ。いやーちょっと焦りましたけど余裕でいけそうっすね。これはなんかちょっとまた濃いキャラがね出てきて盛り上がるのかなっていう風に思いますけどもね。はい、そんなこんなで今回はこの辺で終了していきたいと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!